はい、5月26日かな、25日水曜ですね。はい、じゃあやっていきましょうか。ちょっとさっきね、バルさん炊いたんですよ、床下ね。まあここ、まああそこ実はなんかね、忍者屋敷みたいになってて、実はあれなんですよ、開くんです、パカッと。だからちょっとゲジゲジが多くなってきたんで、床下にバルさん今日炊いてますね。はい、というわけで今日はやっていきましょうか。一応今日の工程としては、まあぐた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 やらなく、まあ一応ね、順番通りにはいかないので、一応ここの客室の仕切りまではちょっと終わらしちゃおうかなって思いますね。はい。で、まああとはここがあの僕の部屋になるんで、まあ、今日でちょっと荷物移動して壁紙だけでも貼っちゃおうかなって感じです。まあ一回やって。はい。この動画はですね、まあまだクロスを貼ってた時代ですね。で、あとクロスと一番狭い部屋の仕切りをまだやってた時ですね。5月の末ぐらいですね。まあ今は現時点ではもう2ヶ月経ってて、今は2段ベッドを組み立ててる最中ですね。まあここがちょっとネックで狭いっすね。まあ狭いけども一番狭いので、まあ僕の部屋になる予定です。まあ、ここの仕切りがですね、ちょっとあの間柱が短いんですよ。なんか寸法をビタでできなくて、で、まあ、それなりに頑張ってますね。まあ、生まれて初めての買った家で、生まれて初めてのボロい家で、まあ、生まれて初めての DIY、しかも、あの、ね、定期借家の賃貸オーナーを目指してやってます。でもまあこれは十分できてたと思います。で、今回は60メートル買った、クロスもやってます。でもこれ60メートル簡単に使い切るんですよ。だから新築の家ってどれくらいなんでしょうね。多分100メーター200メータークロス使うんですかね。特にあの2階建てだったらかなり使うんでしょうね。やっぱり今回クロスをやって思ったのは、安いっすよ。やっぱあの、今はクロスがシールになってるやつあるじゃないですか。で、そのまんま角と角合わせて、そのまんまペターって貼れるやつあるんですけど、でもまあ、クロスと糊が分かれてると時間足んないっすね。正直な話。クロスを切って、糊で貼ってっていう感じですね。で、まあ、クロス職人の人が、クロス針のあの、動画を見て、ま、作ってくれてるんですけど、天井のクロスがあれ、クソ難しいっすね。あれ、やってらんない。やってらんないっていうか、あれ、よく一人でできるよなって感じ。まあ、とにかく、水糊じゃなくて、クロスの糊の初期接着力ですね。あれ、分厚めに、塗らないとダメですね。もう1ミリ2ミリでも分厚く塗ってもあれいいと思います。そう思いました。よっしゃー、じゃあ一応壁っぽくはなりました。はあ、こんな感じでね。まあこっちもこんな感じっすね。まあこの壁はここ2枚の裏表2枚を。ね、1枚。いやー暑いな。いやでもまあすごい涼しいな。あれやっぱりここか、ここをどうにかしないとダメか。でもここ開ければいいだけだしな。あれ上の窓塞いだのはちょっと痛かったかな。でもまあな、この上の窓を塞がなければあれか、網戸にしてわーっと涼しい感じにできるのか。夜中も
網戸と二重窓にするか、上のやつだけそうしよう。はい、今午後ですね。まあなんとか午前中で、はい、仕切り終わりやした。まあ、ここは結構ね熱気がこもってしまうので、日中はここ風通りがいいんで、まあここの上の窓を開けれるようにだけしておきます。上の窓を開ける前にやっぱりここは一番虫が入ってくるんで、うん、まあ網戸を全部つけてからですね。はい、でちょっと今日今これで、クロスを貼っていきます。はい、今、まあ、ねクロスをめちゃくちゃ迷うんだけど、ここどうしようかなっていう感じっすね。これめんどくさいんだよね、クロスわざわざ切れ込み入れなくちゃいけないから。どうしようかね。であとこれ熱いんだよね。これちょっと断熱をしたいなという気はするのだけれども、どうするか。まあ、最悪発泡スチロールをババババって貼っちゃう、ボンドで貼り、その上から、まあ、漆喰なりクロスなりでいいかなって感じです。さすがに寒いから、寒いというか暑いからね、風から熱気が来ちゃって、まあ、ここが一番、ね、メインになって気になるから、それどうしようかなっていう感じです。あと一番暑いといえばここ仏間ですね。これベニヤの向こうはすぐベニヤのこの仏間の向こうはもうあの構造材というか鉄のトタンになりますからね。そしてここもここら辺一体壁を断熱していきたいですね。まあとりあえずはまあ発泡スチロールを安いんで1センチのやつをまあ、キュキュキュッとやってチャ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 ッとボンドで貼ればまあマジオッケーという感じなんでやってみましょうかね。はい、でまあ今日はここ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9枚多いな、9枚のクロスを180センチのクロス貼っていきましょう。はい、まああと漆喰も早く塗らないと、まあ、乾いちゃうからちょっと頑張って今日はやりましょうか。天気がいいから。はい、ですね、おーっと60メートル頼んだんだよ。60m、こんなに早く使い切ったか。ちょっと、マジか。というわけで、マジかよ。60m あれば家全部あのできると思ったから、うわーどうしようかね。いやーどうしようかね、ちょっと困った。まあとりあえず塗っていきますか。ハッピー。はい、まあ、一応ここはちょっと中途半端になったんで部屋の中だけを貼りましたね。まあ、ビスが浮いてるところ以外はバチッと貼れてるから多少は上手くなったと思われます。あとここ継ぎ目かな。継ぎ目はね、どうもこううまくいかないね。はい、であとはこれ2枚あって1枚だけないな。ここだからまあいいか、漆喰とクロスでいいや。はい、でそしたら今度は、ここの部屋に入ります。とりあえず漆喰もカビが生えてきちゃうとまずいんで塗ります。で、漆喰よりも先にちょっと塗装の方をしていきます。はい、まあ漆喰を先に塗るべきでしたね、あからさまに。なんでかっていうと、絶対この
ウォルナットで今壁塗っていうか木材塗ってるんですけど、やっぱりそのつくんですよね、垂らしたり落としたりするんで漆喰を。だからウォルナットだと白が目立つんですよね。だから先に漆喰を、塗っておくべきでしたね。だからウォルナットが今もったいねえなって感じですもん。漆喰って乾くと落ちないんで、サンダーで削んないとダメなんですよね。で、そのウォルナットごとサンダーで削っちゃうから、どうしてもそこの削ったところをもう一回ウォルナットの塗料で塗り直すと、まあまた、そこだけがなんか水玉の薄いダマになるんで、まあこれまたどうしようかなって感じです。まあ、初めてだからしゃあないですね。はい。まあ一応ですね、紐だった一室はできました。こんな感じです。いやでもこれ以上がもうできねえな。これ以上どうするのかな。これ以上どうするかね、まあ、ここは俺の部屋になるとして、まあ、あとはね、まさかまさかのクロスが足りなくなるっていうね、そんな感じにも今ぶち当たったので、さてどうしようかなって感じ。まあ一応あるものを、あるものを全部消費しておこうかなっていう感じ で、まあ今塗装してますね。これウォルナットですね。いやでもなんかウォルナットはかなり薄めたんだよね。かなり薄めてもまあここまでだね。でやっぱりサンダーかければよかったね。結構弾かれてんなーっていう感じです。まあ一応あそこら辺の境目ね、これが分かればいいし、であとはまあいろいろどうにかするか。まあ一応ようやく建物の半分を終わらせたいんで、頑張っていきましょい。でまあラスボスまでが近いですね。漏水調査とあそこのここ解体までがもうちょいでいきます。はい、ちなみにですね、ラスボスじゃないっすねでまあ漏水っていうかね、いまだにオープンできてない理由として、水道業者に翻弄されましたね。まあ、それは後々わかることですけど、ラスボスって言ってて、結構ボス出てきましたよ、中ボス。切り株とか、木切るとか、ブロック塀ぶっ壊すとか、まあ、なかなか中ボスを倒してきて、レベルは上がってますね。でもまあ、ちょっと疲れてますわ。でも頑張ってます。